関西版ウェブをご覧の皆さん、こんにちは、シュガーミーです。私は11月4日に新しいアルバム、見えますか、アラウンドザコーナーをリリースしました。で、関西の方にはですね、まだちょっとライブ大々的には決まってないのですが、リリースツアーなどなどしていきたいなと思っております。多分来年、そうですね、ちょっと寒さが溶けた頃になるかと思うんですけれども、またお会いできるのを楽しみにしております。で、関西の方もう一個年内に決まってます。12月の12日、1212日ですね、土曜日に京都の京都水族館でハッピーペンギンクリスマスというですね、すごい可愛らしい名前のイベントが行われます。でそこの太陽と星空のサーカスという企画で、大きな大きな水槽の前で、アコースティックライブをします。でその日はですね、クリスマスマーケットだったりとか、インスタレーションでいろいろ展示があったりとか、でもちろん水族館の可愛い動物たちがたくさんいます。でこちらのライブは入場料をですね、チケットを買っていただければライブは無料でご覧いただけますので、お休み方々、クリスマスの買い物の方々、家族みんなで楽しめるイベントになっているかなと思います。出演は6時頃を予定してます。よかったら、こちらも遊びに来てください。それではまたお会いしましょう。シュガーミーでした。バイバーイ。